聞こえますでしょうか。もしもし、マイクテスト、マイクテスト。もしもし。すみません、いつも通り時間なくてですね、バタバタして、今、放送準備。やっとこぎつけたね。放送準備がほ、あんま全部できてない状態で始めちゃったわけなんですけれども、今日はですね、幕末史生放送スペシャルということ大で、丈夫かな？途中何があるか分かんない。ぐだぐだと放送事故をそうです交えね。ながら、はい。12時までやろうと思います。今日はですね、はい。前回、全く無修正に、無軌道にはいはいやっはい。てしまったわけなんで、無今修日は正ね、無修正ちょっと言い ちょっ過ぎたかともしれれない。ますね。今日はお品書き作ってきたんで、お、ま準備がず、まいい。ず見てくれよ、これを。いいからこれを見てくれ。これファミコンの私部。に言われても初っ端ファミコンの部から始まるという。はいはいはい。今日はハードごとに分けてるんで、なるほど。ファミコンの部がもう、絶対動画にしないだろう。9本の厳選された。それ言っちゃうと失礼でしょ。9本のこの先永遠に幕末史の実況動画にならないだろう。そうですね。9本厳選して。生向け。もうどれでもいいんでね。はい。アンケートで、お、アンケート順番にやっていこうかなだと。この やりとりなんだ もうこれ、申し訳ないけど、ファミコンえの部から今日進めるから、もう最初の方はちょっとおっさん向けの配信になりますが、え。ああ、ジェネレーションギャップ的ちょっとな。若い人たちは後半まで待っていただきたいね。今日申し訳ないなるほが、ど、なるほ3ど。時間はファミコンやってるからな。今日3時間ファミコンやるかあ、ら、それ僕待って分ら。けたんですね。そうだね。うん。これ終わったらもういよいいいよ、ね、ファミコンときたらスーファミでしょう。はいはい。でね、まあスーファミちょっとね、厳選しても3つしか生まれなかったんで、まあ、今んとこね。まあ、神ゲーばかりだから、スーファミ は。一応この 辺で凝縮はしてあるから。スーファミはこの辺で許していただければ。そうですね。ソフト数に もっとあるでしょ、感が。いや、あるよ。もっといっなぱいあめるだけけど。ど、もう一生動画にしないあたりがこの辺なんで、はい。そうですね。失礼なことを言ってますが、はい。で、スーファミが終わったら64の分に行くと、2つしかないおー。ね。バクボンバーマンはでも結か構もこのチョイシングが 出した感あるよ。バクボンバーバマンはクボ僕ンバーマンは分かります。ひねり出した感あるんウィで。ンバックってウィンバッ分かクりますかね。知らないやつしかいないわ。僕らの独壇場だ、ウィンバックは。ほとんど知らない。私そうたちが独壇場でもいいニッチ中のニッチなんで、このゲームは。そうですね。で、今日は最後プレステの部に行って来ましたね。おー、盛りだくさん。これは動画にしてもいいソフトが3つ4はあ、はあ、つ入ってるから。あ、下2つは2だ。え どういうことですか？プレステ2だ。あ、そうですね。うんうんうん。バイオハザード1、2と来て、はい。まあ、ビリヤードを間にアダルティーな時間を、もうその辺コーヒー深夜になってると思うんそうで、で挟み、トルネコのダンジョン3は、すね。はい。動画で行けなかったところまで今日行きたいなと。あれ、不甲斐なかったんで、おー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 、はいはいはい。僕の頭脳出し切れなかったんで、今日出し切って、今日チャレンジのいや、連続あですわよね。くばポポロ編の異世界まで行くんで、トルネコダンジョン3は要手しおお、て、はい。やる、そんやなる、とこまもうで。全部やるから。わかりましたよ。バイオハザード1、2は、うん。実は笑ったらリセットっていう縛りで動画企画立ててたんだけど、はい。それやったら全然進まないんで、今日は別の縛りでやりますんで、はい。最後がすぐ笑うからね。私でも笑っちゃダメなんです笑っちゃダメなっていう縛りで プレイする人ならわかるんですけど。いや、今日は別の縛りでやるので、はい。大丈夫わかりかな、ました。最後さんは今日は。大丈夫ですよ。じゃあ、まずは、まあ、プレステの部は夜9時以降はい。になりますから、それまではチャンネルを閉じててください。ファミコンから行くんでね。で、爆音なんですけども、そう、コメントであったんだけど、はい。11時過ぎぐらいから最後爆音の、はい。シャットダウン締めをに見入ると。届けるんで、そこで入りますはいはい。ね、ログインに。わかりました。まあ、ただ、K さんから、うん。最後用のアカウントのなんかクライアントが送られてきてないんで、最このまま後用。一番最後のなんかエンドロールが流れる的なクライアントを作ったって言ってるんですけど、それを送ってきてないんで、もしかしたらやらないまま今日終わる可能ま性た延も期会出てきましたね。延期はもうできないね。今日で終わるんあ、今日で終で、わるんだ。はい。じゃあ、ファミコンの部からいきますか。いくか、ファミコン。来これ何？アンケートでいっちゃう？まず、もう。放送の趣旨、放送の趣旨はファミコンをやるっていう趣旨なんですけど、そうですね。はい。2個目からあいいるんじゃ種。ないんですか、アンケートは。あ、1個目、まずチャレンジャー行く。そうまあ、です確かよ。ある種チャレンジャーそ的うなんなですよ。立ち位置だもんね。そういうコンセプトのもと、ニコニコ界のチャレンジャー的な立ち位置なそんので、通り。
そっか、やっぱチャレンジャーから行くか、うん、行きましょうや。神ゲー出しちゃっていいのかな、初っ端から絵面すごいよ。そこで笑うのおかしいけどな。そこで笑っちゃダメだけどな。まあもうすでに説明していかないと多分分かんないでしょう、チャレンジャー言うても。説明したところであ、まあそうだね、うん、まあ、そうかっていう。なんのゲームこれ。なんアクション横スクロールアクションゲームの走りみたいなとこなんですね。あの名前の通りチャレンジしてるんですよこのゲームは一見今横スクロールのゲームかと思いきや、はい、二面ではゼルダチックになるんですよ。ああはいはいはい、そこチャレンジした。そうなんですよ、当時のファミコンの技術的にはチャレンジしたっていう。本当かな、そのチャレンジシステムをこう掛け合わせるというかね。ああそうですか、うん、じゃあやりますか。こう僕できんのかな、これ難しいんだよな。難しいですよ、正直難しいですよ。ファミコンは全部難しいんだよないきますよ、はい、そう AB がマリオと逆なんだよね。はい、スタート。1985年だからな30年前でしょ30年前のゲームでしょ、できんのこれ。ハドソンなんでね、安心の。あ、来ましたね。そっかそっか。え、あ、来てないね、うん、これロゴだ。あれか、スタートボタン。はい、スタートはわかるよあ、来ましたね、来た来た来た、チャレンジャーがこの BGM 来ましたねこれそっちじゃないか。そういえばあったな、これ。そっちじゃないから。空手家と同じ仕様あったな。列車と逆の方向行かないと。もう一回やりましょうか。まあお約束なんでね。音出てますよね。音出てるよね。そこだけ、そこを気をつけようか。音出てなかったら大爆笑だな、これ。あ、OK ですね。まずこれは。くちばしもろいったね。これどうやってやんだっけ教えてくれる え教えてくれる。ナイフ投げれます。あ、ナイフを投げるね。うん、あいつはジャンプで飛び越えるか、シビアなゲームなんだよな。ナイフでぶっ刺すかですね。何回列車に乗り込んでるのかなあー、はい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 、100点だ。100点を稼いでいこう。そ、危ないよ、レングスブーム明らかに危ないでしょいや、これは教えようぜ。分からんってね、もう教えた教えた。今のゲーム、レングスブームで落ちるゲームないからさ僕もさすがにさあとさっきからロゴ斜めってんの大丈夫これ。大丈夫大丈夫、バグじゃないの。バグじゃないから仕様だこういう仕様か。そこもチャレンジしてるから。チャレンジだらけだなこれ。ジャンプだ。で最終的には列車の中に入ってよしよしよし、あそこに行くんですね。あーなるほどね、まず一回最後尾まで行くわけだな、はい、そうです。いろんな動物をかいくぐりながら。だいぶ手慣れてきたぞ。いいですね。早いな。なんか赤いあれが BGM が変わりましたよ。なんか敵だらけだな。雷があるっすか。避けて避けてっていう簡単に言うけどさ、とりあえず避けなきゃ。あーでもホフクができるね、スネークバリまあこれ何、列車通り過ぎるまで映されるのはなんか意味あんの。え、なんか乗り一応作ったんだよっていう。もう一回乗れるとかないんでしょないないないゲームオーバー確定だもんな。そうか、持ってるから。これホフクできるわけじゃないんだね。しゃがみですね。ほふくではない。それほど高さ変わってないけどなトレンチハットのせいでどこで使うんだろうなじゃあ行こうか。はいはいはい。ジャンプ投げもできないしな。できないですね。ああ終わったか。いや、ジャンプで。うまい。100点これでいいのか。うん、くぐってもくぐってもか。あれ、あーよかったよかったよかった。よかったこの音楽流れると、あれやめません、もう終わったみたいな体で。あ、そっかそっか。諦めちゃうんで僕。あ、いいね。あ、怖いな。怖いな。怖い。ほら。今諦めした来てたのに。まあそうそうか。そうだな。あ、終わったわ。もう一度やっていいですか。いいですよ。チャレンジしてください。これ斜め大丈夫？大丈夫。欠損して心配しなくて大丈夫。この斜めおかしいよね。大丈夫かな。いいな、新しいな。下まで行こうか。等速だからな。逃げても意味ないんだね。そうですね。ジャンプで行くと危ないな。狙ってたぞあいつ。倒していった方がいいかもしれないですね。うん。残すとね、積んじゃいますんで。まあシンプルなゲームだからそろそろ分かってきたぞ。そろそろ助けたい。列車の中行きましょう。列車の中行きたいな。上で終わってるもんね。よし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 。
これ信用できる、いいね、倒した瞬間当たり判定、あ、ないね、 あるからな、こういうのな、ファミコン自体はな。ないでしょ。ここ気をつけようか、サンダーを。うわ危ない。おいしよしよしよし、うん、その低いやつ、うん、サンダーバウンドしてるのちょっとどうなの原理として。バウンドっていうかね、地面に跳ね返ってるよ。確かに戻るの変ですよね。よしよしよし、お、抜けたぞ。行ったんじゃない、これ結構移動行ってるじゃない。あが分かるでも1秒か2秒前にあっつってるもんな。ちょ、あ禁止でお願いしますよ。この電車行くまでの間寂しいな。別にここに救済手段があるわけじゃないしね。こんなにありますよっていう教えてくれてるんですよ、うん、要はじゃあそれ敗北者にそれ教えてもな。あのチャレンジはもう終わったんでしょ。学んでってこと。学んでもな。何両あった？5両ぐらいあった。覚えて6両編成。何回も見せたけどね。あー、ここが難しいよな。音楽変わってからかね。一面の難しさじゃないですよな、すでに。これバウンドするんで気をつけてください。バウンド。あ、いやこれジャンプ投げがさ。できないから。ジャンプ投げできないから、うん、意外と運動神経ないんだね。うん、チャレンジ、そこチャレンジしてほしかったな。危ないな。終わったんじゃない？いや大丈夫。そっちじゃ一回ゲームオーバーですよ。むなしい。一回奇数稼ごうか。ガタンガタン。これ本当むなしいな。電車過ぎ去るまで敗北者の姿を映すっていうのが斬新だよね。BGM 流しておいてほしいですね。せめて音楽も置き去りだから。 SE のみ。よしよしよし。いやよしよしじゃないよ。よしよしよし。これジャンプでいくか。うまい、うん、あでもジャンプだとね、いくしかないよね、残るんだよね。いや倒した方がいいですよ。倒していくか、うん、そうそう、進まないと怒られるかな。あ、今6両編成だったよ。お、無敵コマンドがあるというコマンド、ま、あのコメントもありますがね。そんなん使ってどうするんですか。真面目にいこう。いいよ、したね。画面動かせなかったら新たな敵が出ないという、これ法則があるね。見つけちゃった、うん、これあるぞ、新しい。あれ敵いないよ。あ、乱数調査入ったか。これだからゆっくりゆっくりでいいんだよ。ゆっくりで。でも子供のしか見えないんだよな、緑の。雷か。あ、いなくなったぞ。あ、うまいですね。あ、うん、やだ。こってちゃうわ。なんでそのタイミングでいっちゃうのか。感性働いてんだよね。あ、そっかそっか、うん、あ、早いんだよな、やっぱ。その瞬間僕も諦めてるもん、コントローラー投げてるもん。危ない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 。またあって大丈夫大丈夫。ギリギリ、ここで落ちるやつもいないでしょ。うん、まず落ちないと思うけど普通にか。いや早いなサンダー来るの。いや危ないな。よし子供が。倒す手段ないの、あれ。手段ないですね。あれ、あ、やばいぞこれ。大丈夫大丈夫。あ、追っかけてこれない。連結部分から先には来れない。うん、ただここがね。うぅ、よし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 、いいぞいいぞ。噛んだコメントだけ。いや違う違う、噛んだコメントだけさピックアップしてさ弾幕みたいになるからさ、そっち見ちゃうよね。一回噛んだぐらいでさ、その弾幕流されても困るんだよね。スダンスダンって言ってるからさ、スダンで合ってんだよこっちの業界は。ああ雑になってきた。雑になってきたな、うん、集中しないとコメント無視していくしかないな。そうです、今見ちゃったのが運の好きだったわ。そんな攻めなくてもと思ってね。一回噛んだぐらいでね。7時間あんのにこっから見ちゃうよこれ。危ないな。ジャンプ早いんですよ。早いな。これはナイフ、うん、ナイフ安定化。おお先読み、先読みが冴えますね今日は。来ましたよ。落ち着こうか。もうまず落ち着けよ。なんでこんな快晴なのに。よし今だ。これ一回出すまで、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 出すまで。分かってる。うますぎる。学んでる。こいついけるだろう。うん、いける。うまいぞ、うまいぞ、うまいぞ、うまいぞ。あいつ倒して、うん、ナイフ置きして。あー、一回そこだ。あ
両だ。あと1両だ。ジグザグの鳥だ。それにあって言えば次投げるから。いや、私あっていうのはどうしてもない時までしか言わないな。タイトル画面のあのゲージ何 LH って。難易度ですね。あ、それ早く言えや。さっさとそれ言えよ。まず簡単にしようよ。確かあんま変わんなかったよ、見て。いやジャンプ効かねえ。コントローラーのそれは知らないわ。ボタン潰れてんだけどこれ。それは知らないわ。ボタン潰れてるからさ。あるある。なんだよこれ、今のコントローラーのせいだ。僕のせいじゃない、押したもん、僕ジャンプボタン押したもん。いや、助けに行こう。言わせろって。結構敵も待ってくれるからな。悠長だよね。茶番だからね。いいな。よし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 、いいぞ。流れるように。ここで一回落ち着こう。はい、一回ここだ。ここ休憩ポイントだ。いいな。まず倒すだろ。で、一回サンダー待つ。うわ、うますぎでは。いけた、いけたよ。え、これスタートできないの。危ない。おー、うまい。よし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 、いった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 。逃げよ逃げよ。これ倒す。うまい。よし、出た出た。倒す倒せ。早いな。下に来た時にジャンプすればいいんですよ。あ、そっか。うん、そ、倒そうと思わなくてね。いい。トスさんの判断できないんで、ボタンも効かねえし。冒険家ですよ。ゼロ距離。これ最初じゃないですよね。冒険の始まりじゃないですよね。追っかけてくんのかよ。これ言わんの。この画面ほんと寂しいわ。最後まで映すなよ。次行ってくれよ。カットしてほしい。おー、いいぞ。よし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 。諦めるなってことなのかな、やっぱ最後まで映すのは。まだ立ち上がれるぞっていう。やばいよ。こっからね、こっから。あはははははは。敵の方が学んでる。スローモア。客マトリックスだったんだけど。なんだ今の。ナイフ避けんのあいつ。いやー、 AI 学んできてるぞ相手。学んで危険だな。マジか。ただの子供じゃなかった。敵の方が強いぞ。いやー、出ない。これ奇数調整だ。何奇数調整。もうゼロ機だから。なるほどね。ナイフ優しくするか、左に。うん、諦めたわ。ガッとメーターをね。難しすぎんだよ。アクションアドベンチャー。リアルタイムアクション分かったから。大体そうだろ。これで簡単になりますか。確かにね。一番簡単でいこう。変わったっけな。一回当たっても大丈夫とかある。敵がいない。あ、これは楽勝だよ。え、何これ。やった。あ、これは優しいじゃん。あ、敵一切ない。いや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 。何が楽しいの。簡単でいいの。あ、結構面白いぞこれ。連結部分もうまく。ハハハハ。嘘でしょ。コントローラー変えないかねえ。尺なんだけどさっきから。ボタン効かねえんだけどこれ。こんな潰れたボタン用意しちゃダメだよ。これこそあったらアホだろう。いや、さすがにさ。楽だなぁ。俺聞かなかった、今聞かなかったよ。本当に今聞かなかったって。押したもん、勝ちって言ったもん。ジャンプできないとか勝ちって言ったからじゃない。ジャンプできないとかない。そんな罠でしょ。あ、しゃがんでんのかな。あーぽい。 あるな。なんでしゃがみボタン入んの。そうそうそう。よし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 。敵いないからな。一匹も出てこない。おっお化けだ。いた今上。いた上走ってる時にいた。いないですね。それずるいんだけど、うん、下行ってスイッチ入ったんですよ。ことごとく引っかかってくな。早く走れよ。中にはいるんだ。引っ掛けでしょ。お化け倒せます。危ないな。で、お化け倒せる。倒せます。じゃあいいか。お前今危ないな。挙動が危ないな。こいだら負けだね。そうですね。調子こかすに毎回それなんで、うん、よし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 。ねえ、ほら行け、ほら行け。おお、これ来るぞ。しゃがんで、しゃがんで。よーしよし。おお、ナイフ当たんないんだ。はい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 。どこ今どこ行った。
お、あ、消えた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 、今行ったよね。いけ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 、あ、そうか、そういうことか、ナイフが当たらない高さにいる。汗出してる、汗出してる、今汗出せた。行こう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 、大丈夫か。それ追いかけるの危ない。うん、あ、下がる、追いかけるのやめよう。急にターンしてくるから。そうそうだな、うん、よし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 よ。えこれなんかしゃがむ時の、うん、鼻フックみたいな顔してるんだよ。鼻フック。それは知らなかったら。え、そろそろですよ。敵ない。あ、うん、これで、あ、びっくりした、もう終わったかと思ったわ。負けイベント。あー、そういうことね、うん、いや、越しましたね。奇跡奇跡。こんなかかったか。あー、はいはいはい、ゼルダね。ゼルダ、ゼルダターン。家は、家は入れるもんじゃないんだな。斜め移動ができないというのを皆さん分かった上で行ってくださいね。かなりきつい。4方向しか行けないからね。しかも、あ、何すればいいか分かります。クジラいるよね。おー、クジラ狩りの点数か。うん、おー、何これ。鍵を取りに行くんですよ。すんなり行くわけないでしょ。え、これ死ぬのかよ、はい、このゲーム。全然ボーナスステージじゃないんだけど、あれ行きましょう。あれ無視だな、鍵を取らないと。横移動かわいいな、この子。行こう。BGM がね、何気にいいんですよ。どこ、まっすぐでいいのかい。とにかく鍵を、そのとにかく鍵をの、鍵の場所を教えてほしいんだけどな。僕に鍵の場所、この先にあるんですよ。砂漠に来ましたね。大冒険だな。こっからね、私やってないですよ。一面やっとクリアして、意外の地ですか。そうそうそう、何やっていいか分かんないですよ。パワーアップしたぞ。あ、いいね。こいつ倒すすべなくなったな。やっぱ行くしかないんだね、これね。そうですね。おー、だとー、パワー、パワーだ、パワーだ。やったやった、逃げる逃げる、倒せんじゃない。え、じゃあどうすんのこれね。え、これほんとどうすんの。あ、回復って上行けばいいかな。またいるよ。あ、ハマってるか。なわけないな。無理ですね。ほい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 で。はめられるんですよ。あ、いった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 。いやあ。はじけとんな。鍵あったってさ、さっきの洞窟みたいなとこに。それ取りに行こう。だからそれ取りに行きましょう。言ったんでしょ。あ、そういうことね。で指示きっちりやんないと僕わかんないから。きっちり。どこかにある鍵を探せみたいなミッションだと思ったんで。あったでしょ。あ、これね。あ、はいはい、ジャンプでいく、うん、むずいよ、ここ。いやこれ無理だわ。終わりかい、これ。ここで泣きましたもん、昔。難しすぎて。これどっから。コンティニュー。嘘でしょ。マジで押してみますか。え、嘘。ラウンド1から。出て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 。わかった、このノーマル難易度で。ここ越して。ここノーマル難易度で越して次のゲーム行こう。わかった、無理だということがわかったわ。無理だということがわかりますね。スペランカーは無理だよね、チャレンジャーでこれだったら。スペランカーこれよりも弱いからね。主人公的にノーマルでこの面越したら。いやー、押し今ね、ナイフ来てたよね。振りかぶった瞬間に溝落ちにパンツ食らいましたね。難しすぎだわ。難易度普通かい、これ。難易度普通にしましたよ。最後にやらせるか、この後。そうね。いいよ。なんで散々こんだけやってもらった。やんなきゃいけないんだ。ちょ、お前やれ、いけない。今、最後に変わりましたんで。坂本としては無理って言われてるかな。諦め入ってるかな。応援をするっていう、そういうコメントないもん。あ、すか、無理とか。ほら、いけ。
ノーマルぐらい擦れるでしょう、一面。どうですか、ね、これ最後だから、ね、久しぶりですよ、かなり。ナイフ置いときゃいいんですよ。そうそうそう、最初はな、うん、最初ナイフと同時に、ほら危ない、ほら危ない、ほら、もううまいな。それ今のしゃがみかなりうまかったな。ナイフか、後ろから緑が、分かってます、うまいな。サンダーがね、うんうん、よし今行こう。そう、ルーチン分かってる、ここ、はい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 、で戻ってくるんで、あー最中に行って投げて置いとく、うまいな。敵の視線を投げとく、あーここ、よし、さすがな。一面やってるぐらいで褒めるのも尺だけど。あー終わったか、よしよしよし、OKOK、 追っかけてきてるよ。おー危ない危ないでは、よいしょー、見せプレイが入ったか、最後の、はい、あー車内も来るんだな。え、そいつ鼻引っ掛ければ倒せるわ。いや、そんな危ない話は当たんなくてもね。なんだこれ。いけるか、子供可愛いんだよね。もうはしゃいでるかも、ね、こうしてみるとそんなに難しい脇ではないよね。あぶ、あー終わった、学んでる、まあ、敵学びすぎだわ。べぇ済んでた、ダブルダブルだった。最後で行けば僕やるか。最後でもあそこまで、あそこ以上僕が行ければ、はい、最後ある種コスタ的なあるよね。死んでたな。ギリギリだったな。ちょっと静かに行くわ。最初これまずね、調子こくと終わりだ。あ、敵の大丈夫、壁が来たぞ、来たぞ。今しゃがんだらワンチャンあったかもしれない。で、もう1回だけやらせてくださいよ。うん、何回やるんですか。ちょ悔しいからもう1回だけ。まあ、ついに分かった、ついに学んだわ、ついに分かった、今までのスペランカー全てを布石に。スペランカーじゃないですよ。チャレンジャーですよ。名前チャレンジャー。あーそうか、え、名前は分かんないですけど。チャレンジャーって言ったらスペランカーもチャレンジャーですよね。やっぱそうだな、うん、やってることは。よしよし、いいね、よしよし、堅実、任せてくれよ。あいつ危険だな、あの鳥。あの鳥まだ戻ってくるんでしょ。ほら来た来た、ほら来たでしょ。ほら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 、うまい。やっぱ最後で学んでるとかあったな。敵を倒さないと、あの鳥落としてこう。そう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 、よし、プレッシャーになるから、ああいう敵は。そうだね、一つ一つ落としてこう。うまいのでは、いいよ、これ来るのでは、鳥が来るのでは、これ鳥が来るぞ、来るぞ、鳥が来る、ジグザグのやつ、これ来る、これ危険、これ危険。あ、お5秒ぐらい先読んでるもん。すいません、ついてっちゃう、うん、早いよな、やめよう、うんうん、諦めちゃうから僕そういうのをすぐに。諦めないでくださいよ。そこでもう次のチャレンジャーに託すから、僕あーって言われたら。なんで。いや、その場でジャンプで、おしゃー、うわうまい、とうまいうまい、わーしかし得点の稼ぎ方うまいよ、ダブルジャンプだ、よっしゃ。お前はしんどき、いやあいつ頭いいな。いいね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 、いいよ。いいよ、いいよ、いいいいよ。いいね、この危険を盛り込んだスリリングだ、このチャレンジャー本物か、うん、あ、これ歴戦の。踏み外した。足元オルスだったな。今のチャレンジャーちょっと足元オルスだ、ナイフ投げに夢中になった、ナイフ投げの名手すぎたな。足元前のめりになった。ナイフ投げようとして、前のめりちょっと下半身のバランスいいチャレンジャー持ってきたんで、足腰ね、これ大丈夫だから、足元見てるからよく。やっぱね、前見てなかったから、緊張に弱かったな今の。緊張今のチャレンジャーあれだったね、いくら鍛えても緊張に弱かった。本番に弱い、そう、本番勝負強いチャレンジャー連れてきたので、そうそう、このチャレンジャーは本物ですから、いくつのチャレンジを経て強い心身を持ったチャレンジャーが今。チャレンジということは安くなってくるの。そんな高くもないだろ、もともと危ないのでは。よしよしよし、いいねいいね、帰り見ないぞ後ろは、う
こうやっぱチャレンジャーはやっぱね後ろを振り返っちゃダメでしょ。見せるね。前に前にと行かないと。いやジャンプだね。次最後のチャレンジャーか、うん、あでもこのチャレンジャー目の色違わない？今までちょっと白みがかってなかった。全然わかんないですね。これ漆黒にの意思を感じるな、このチャレンジャーの目から。漆黒の意思って漆黒の意思を感じる。いやここ超少サバイバルの渡るでしょ。鳥に負けてんだけど鳥の頭に負けたんだけど。ちょ、まあもう一回だけ。何ちょっとハマっちゃってんの。もう一回やらせてくださいね。やばいな、7時間しかないんだけどな。全部終われるかな。ちょチャレンジャー面白いな。このチャレンジャーは本物連れてきたんで、あの30分ややめるか。やめるか。ラストチャレンジャーでこれがよし。あの西部劇やってたところから腕利きのガンマンみたいなの連れてきたんで。ガンマンじゃダメですよね。いやガンマンはナイフ投げてもナイフも投げられるから、サブウェポンみたいなの持ってるんでガンマンは常に。よし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 、うまいぞ。倒すことにかけてはね。ここだね。おおおおお、見せる奇跡か。このチャレンジャーやっぱり奇跡がないとね。ジャンプするの。いっぱいいっぱいなるね、同時に来ると。処理できないんだよな。2人以上ラスト中のラストでね。ラスト中のラスト、この後のチャレンジャー控えてないんで。なるほど、ね、最後の1人、詰将に残ってた最後の1人、これがどこで詰将。最後ベンチ温めてたチャレンジャー補欠でしょ。意外とでも、うん、その最後が今までの失敗談を見てもう学んできてるから。あ学んでるよ、学んでる学んでる。このチャレンジャー持ってる。いやこれ結構きついぞ。体力はバッチリですね。大丈夫大丈夫。休んでたから。鳥はやり過ごそう。倒さないと。いいね、これだこれこれ。お前も死ぬ。死ぬんだよ。行こうか。いいな、片付いたな。絶滅したか、うん、まだいるね。いや後ろにいるやつは別にいいでしょ。はーい。よし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 。チャレンジャー走れ。うまいな。しっかり、うん、慎重に慎重に。ここ冷静、ここ一回冷静になろうか、うんうんうん、まず、うん、分かってる分かってる、ま、分かってる分かってる。一回冷静になろう。好きですねその体勢。見渡して何かと。行こうか。タイミング。あポロリ。後ろ見えてなかったわ。真のもう一人いた。あ別のとこから、別口から派遣してきたから。派遣業界からやってきた。最後の奥の手みたいな。フリーエージェントの一番高いやつみたいなのあるから。いいですね、こいつがいいニットもらってるんでしょうね。よし熟練の動きだ。うっ、しつこいな。弱っ。大した面白い死に方でもない。なんか面白い死に方をチャレンジしてるわけじゃないんだけど、腰にいってんだけど。もう違うゲームと化してるからね。いいね、いいチャレンジだ。よし、うん、仲良く生かしてくれなかった。鳥の受けす。終わろう。このゲームはおしまいです。ああ面白い。いやアクションゲームやると面白いですね。残せないんだけど。何これ。リアルタイムアドベンチャー。そしたら次のゲームいきますか。アンケート取りますんでね。はい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 。ちょっと待ってね。アンケートを取るやり方を今一度学ばなければいけない。1選択肢そのままで出せばいいんだ。そうですね、どれやりたいかで。そうだね、ちょうど9本あるもんね。いや9、またチャレンジャーに入るよ。いやもうチャレンジャー入んないでしょ。またチャレンジャーに入ったらバカでしょこれで。どのゲームにしますかと。はい、やると
あ、できないね、出題ね。お待ちくださいね。スペースを入れる？スペースでできるのかな。あのね、維新の嵐は本当幕末だからこそ今日入れたみたいなところあるんで、うん、コメントでもあるけども、維新の嵐選んだ人はかなりお目が高いっすね。今これアンケート出しましたんで、ちょ1分待ちますんで、その間に僕ら急いで準備してるんで、アンケート決まんないとね。そう、そうあ、そっか。そうやな。ちょっと待ちますか。そうですね。ちょっと今あの1分休憩入りますんで、その間にアンケートお願いします。あ、そうですね。あれ言わなくていいんじゃないですか。こっちか、こっち。はい、戻ってまいりました。そしたらアンケート結果を出しますね、うん、どうでしょうかね。音はね、消したんだよ、アンケート結果を出しますよ。結果を表示する、はい、あ、来たな、来ましたね。4番ということは維新の嵐。なるほど。あー、これほんと2絶賛するゲームで今日持ってきたところあるんで、これぜひやっていただきたい、うん、続いて 20% くらい入ってたゲームありましたよね。今それは2番だからスペランカーか。あー、なるほど、なるほどな。じゃあその次スペランカーやりますか。わかりました。スペランカー1番 15% 入ってるけど、うん、無視で、はい、もうやらないからね、チャレンジしないから。もうチャレンジしない。チャレンジしすぎ。これまさに幕末の、はい、あ、西郷さんもう準備入っていいですよ。わかりました。これまさに幕末のね、獅子が活躍するゲーム、ええ、維新の風ですからね。嵐だから、うん、これ面白いぞ。光栄の、うん、戦略シミュレーションゲーム、はいはいはい、ただちょっと長いんで申し訳ないが、30分ぐらいに時間を区切って、はい、ちょっとお待ちくださいね。はいはい。ソフトがね、あ、ソフトがないの。ソフトこの辺に転がったでしょ。あのでかいソフト一つだけ。もう坂本を選んでいきますね、キャラクター最初選ぶけど。あー、ありましたね、ソフトね。でっかいドカベンソフトが。これは神ゲーですね。まあ、幕末志士が戦略シミュレーションをやるっていうのが多分この先ないんで、動画にするにはね、ちょっとグダったんで、そこで一人プレイですね。これ、はい、スイッチ入れたら、いく？はい。どう？どれ？ノーシグナルだね。あれ？ちょっと待ってね。まず画面を映そうか。これを合わせて、こうして、通して、通して、回して、こうして、こうです。よいしょ。ノーシグナルで、じゃあスイッチオンで。いきますか。はい。いいですか？維新の嵐で。いいよ。よいしょ。どうだ？あ、ちょ、接触悪いね。もう一回。フーフーしなきゃな。接触悪いな。僕にやらして。はい。まっすぐやなきゃダメな。うん。あれ、接触悪い。接触なのかな。接触、接触言ってますけど。接触以外のことは考えられないんでしょうか。あ、多分あの、あ、ファミコンの中の方。ないない。あ、はい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 。吹いてないから。はい。接点が多分いきないんだろう。バグり方一緒なんだけど。嘘でしょ。同じバグり方してる。やらせてもらっていいですか。うん、もう一回やって。マジか。はい、カセット舐めるという。バグり方ほんと同じだぞ。そんなことある？ちょ待って、もう一度。間がね。キープできんのかな。やってみますか、うん。あ、一応できるな。できてるのかはちょっとわかんない。できるなじゃない。なんだ。
え、何を選ぶ画面？ちょっと待って、ね、もう一回だけやるか。強く息を吹きかける。取れてるってもう。頼む。怒られるからね、浩平さんに。ほんと。ちょっと。あ、ダメだわ、これ。ロムだわ。ロムが欠損してますね。残念ながら。ロムが欠損して、多分同じバグり方してるんだね。なるほど、何も動いてんだけど。どこまでできるかわからんが、一応やってみるか。あー、来た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 。フィーリングで進めるか。フィーリングって言われましても。色変わった。よしよしよし。あー、いやー、選べない。一人無事なやついた。あれ欠損してないぞ。欠損してないやついたな。誰だ、いなくなっちゃったね、欠損してないやつね。あれ、あ、そろそろか、そろそろかな、これか。あー、来た。あー、坂本ちゃん、坂本ちゃん、どこ行った坂本龍馬。消えたね。あ、来た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 。本当に坂本さんか。これは続けちゃダメだよな、多分。だって分かんないもんね。なんか麻雀牌でこんなゲームありますよね。同じやつ選んで消していくやつ。やめるか。誰だ。じゃあ、え、維新の嵐、これにてということで、はい。大丈夫か今日。ちゃんとしたソフトを持ってこないとダメだよ。いや、ちゃんとしたソフトかどうかわかんないでしょ。嵐、うちでは動きましたよ。ある意味嵐だったよな。あ、バグの嵐だ。うん、ある種名目役所か。やめますか。もう一回だけフーってやってやるか。はいはい。怒られるな、そろそろ。はい。じゃあ次のソフトいきます。はい。ひどいな、もうすでにこの放送まずいんじゃない、これ。事故ってんじゃない。この放送2回目でやるゲームじゃないね。すでにまずかったんじゃない。じゃあ次なんだ、スペランカーか。スペランカーいきますね。はい、次スペランカーの準備。スペランカーですね。スペランカーもロム欠損してたら僕ファミコンの部今日で終わるから。大丈夫でしょう。次違う部に行きますね。スーファミカ64に行くね、これダメだったら。はい、終わりました。あ、ダウボーイだった。あ、そうでした、ダウボーイだったかもしれない、ごめんね。いいの、スペランカーをまずやりますか。あ、来た来た来た。だからこれパームで上にゲーム名出しておきましょう。僕そういうところを学んできたから。うんうんうん、うん、スペランカー音楽チューダアイテム、これで分かりやすいでしょ。あ、画面が映ってない、すいません。あれ。これですね。おお、来たな。来ましたね。これは神ゲーだからな。神ゲー中の神ゲー、ね。うん、スペランカーとなんか流れ変わんなそうな気もするけどな。チャレンジャーですよね。こんがらがってますね。さっきやったのチャレンジャーだよ。ほんと死ぬから。確かにこのくらいか。段差で死ぬからな。あー、よし、いけたいけたいけた。これまだ意味ないもんな。うん、ダメですよ、使っちゃう。あ、もったいない。もう気をつけて。一挙一投足が怖い。マジで。で、コインでしょ。危ない、危ない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 。よくないから。 Y 字食いに行けば。自分のね、能力分かってないからこいつ。はい、こうか。危ないな。見合ってないから。あー、いい、危険な高さだったな。あったね。危ない。あ、でも生きてるね。あ、そっか、こうがこうだったか。ジャンプ、うん、取って取って。何やってんの。楽しんでない。あと1機しかないからね、気をつけて。そこね。できるんだよな。そこむずいんですよ。よし、おー、うまいね。よし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 。もうゼロ機械。これこっちからのな、うん、まず右乗って。はいはい。あー、よし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 。危ないから段差。
ちょもう一回やるわ。さすがにもう一回やるわ。せめて下まで落ちてほしいわ。今のスペランカは捨て駒なんでね。捨てランカ。あ、うまいっすね。今目が笑ってなかった、うん、まあ面白くないかな。別に僕笑ってないし。よし、さあ行きましょう。下から行くか。上から行こうか。そういう下から。そうだね、上から行く。よし、なかなか慣れてますね。当たり前でしょ、必殺だよこんなゲーム。必殺。いい。雑になるんだよな、一回死んだら。それ気をつけなきゃ、ね、ダメですね。いやー。さっきたまたまか。もう一回だ。今のもね、あの下見に来てたスペランカーなんで。次本ちゃん物件大袖で。次が本当の冒険に来たスペランカーが来ましたんで。なあ、ちょ待って、もうやっぱりやめようかこれ。これもうゼロ機じゃダメでしょ。一回捨てよ。一回下見に行こうか、うん、下、そうだね。ロケハン下で。あ、結構下まであるな。わあ、深いな。これはドリルだ。おお、はいはい、ドリル、ドリルね、はいはい。テンポが重要だと思うんですよね、スプランカーは。これいけないね。あれ、え、何、どこにお化けがいるんですか。あ、これお化けか。違う、お化けからじゃなくて、お化けを倒すやつ。や、まあ下見だからな、今のスペランカーは。AD だったね、AD。だんだんスコア下がってるね。600点だったね、今。ハイスコアが意外と高い。ハイスコア越したいな。そうです、ね。5万ぐらいは。タイトル画面ないかな、寂しいね。本ちゃん、行きます、うん、あ、もう本気中の本気で、止まって見えるスペランカーが来ましたよ。今危なかったな。このくらいだな。ジャンプね。あ、ジャンプ難しいんですよ。いや、うん、これダメダメダメじゃない。ジャンプで行かないと。1個目で いけたのに。そうそうそう。爆弾、お化け来るから気をつけて。うまいね。ちょっかいやか、ね、若干こいてたから。まあそうなるかとは思ってましたけど。あの、こき始めたら、そう、止めてください。あ、こき始めたら、あって言いますね、うん、あ、そうだね、うん、そういう使い方で。調子こき始めたら止めないとダメだな。すぐこいちゃうから。こうやってなんで押しっぱなの。始まった時ってまず見ますよね。最初右押すじゃん。わかるよこの気持ち。わかんないよ、だから言ってんだよ。わかるわかる。いや、待って。よし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 、いいねいいね。いやー。車庫で。あ、滑るんだけど。難しいなー。ある種ね、滑らんか的なあるよね。さっきの。あ、今ので同じでしょ。クールダウンしました。今のでクールダウンした。冷静になりました。あるしね、危ないな。ほら。おしっぱ学んでこうよ、ほんと。頼むから学んでくれ。頭をまずね、使わないと体弱い分。そうですね。よしよしよし。さっきのチャレンジャーとは違いますから。はい。ああ、いいぞ。そういくぞ。いいねいいね。そうそうそう。うん。考えてる考えてる。気をつけないとな。考えたところでな。いややること決まってるから、それをいかに再現できるか。よし、音楽変わった、音楽変わった。下に行くだけだ。おお、お化けだ、お化け。あ、これ倒せる、これで。ちょっと遠いね、遠いね。大丈夫大丈夫、ここまで来る前待つ。あー、いいねー。よし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 。まず一つ命をね、絶たないと。命。おい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 。金取って、これは、これどうするね、これどうやったら、どうだっけ。普通にいけるでしょ。普通にいける。あ、いけるね。あ、大したこれ大したことないね。はい、ちょっと楽しいね、ジャンプが。制作者の意図にハマったな。あ、これマガジンだ。いや
なんでジャンプのタイミングでシャパパパパパボタンを間違ってるんですね。早く終わってこれ聞かされるからね。よし、2段目からちょっと動くの怖いもんな。2段目からいくか。ここジャンプでいこう。うん、あーいいね、いいね。あ、爆弾がないとダメか。そうだね、やっぱり1段目からいかなきゃダメなんだね。結局そういう、いやーこれ1段目いけるか。こいつもういいんじゃないかな。ゼロ期か、うん、じゃあ下見するか。3期からもう下見しようか。下見すらできない。もう文字通り下を見て、うん、そうだね、終わったということで、下を見たっていうね。はい、じゃあ次いきますか。そういう下見たじゃなくて冷静になったわ。地に足つけていこう。このブルーアイのスペランカーやっぱ冷静さあるよね。最初からでしょ。よし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 、もういいね。瞳にやっぱり冷静な色が宿ってる。なるほど。ジャンプだ。よし、ここノーミスでかいな。キモだもん。いやまだノーミスだ。いいよ。そっからだよ。ここだな。うわー、うーん、よし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 、ここよ。ここノーミスでかいんじゃない。学んできてるよ。何やってる。ああこれは危険か。あれ。上行ったらもう罪じゃないのこれ。こっからかい。あ、でもまあお化けいなくなったと考えればいいのか。いなくなったのかな。いなくなったんじゃない。あるよ。あー、お化けが出てきたよ。違うな、あれ。見間違いですね。幻覚でしたね。吹き出てるやつ、ね、これでここ行けるんだな。うん、よし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 。爆弾置くぞ。バッバッバッ。まず、まずモンスターだ。危険ではこの位置。言ってることと当たるか。全然違うんだけど。当たってる当たってる当たってる。岩通過してる。よし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 。あ、ジャンプで。いけないね。あ、いけないか。うい。うわ。うわ。苦しい。越したぞ。お、これは水しぶき当たったらダメですよ。あ、これダメなの。はい。熱いから。うまいのでは。簡単な声あげるわ。これ取るしかないでしょう。うん、うおいいよ。冒険家になってきた。分かってきた分かってきた。らしくなってきた。いや、お金を取るのに命をかける必要はないな。うまいね。うまいな。あるあるある。死んでたら今鍵を取ったか。先進めないんだね。これまずいのでは。いやあここはまずいか。いないか、うん、大丈夫。いや頼むよ、行ってくれ。いやー、今の大丈夫なんだ。いけいけ、オッケーオッケー。いやー頼むよ。いけいけ、動きよ。せーの。いや、せーのって自分でタイミング合わせて通すんだ。気合いよ。他の人いるならわかるけどさ。いやエレベーターでしょ。なんでスペランカーだけ下行くの。もう一回やらせてください。もうちょっと、もうちょいやらせて。まだ坂本見切るの早いわ。最後わかってるから。もう一回。いや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 、これ、ほんと、まず1回、ね、3段目までいかなかったらもう最後にチェンジするから。今危なかったなぁ。はい。分かってきた分かってきた。声出しね、重要だから。分かってきたよ。あ、やばい、股間あったかな。こいてるこいてる。まあ、こいてるか、うん、そっか。よし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 。リズムでいったな。こうでしょ。うん、うわー。そうそうそう。ジャンプだ。あーっと、危ない。これ一度安全地帯に入れよう、うん、いいね。いい、すごいな。なんか地形通過してるもんな。うん、どうした。あ、別に戻りたくなった。そんなことない。
気合やっぱ入れなきゃダメだね。そうじゃないよ。よし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 。オッケー。ここそんなすぐ言うところかい？はい。おお。危ないよ。あ、これ。近すぎるってほど近すぎなかったけどな今。危ねえ。爆散した。そこまでしなくてもいいでしょ。いいね。取ってられないしねよ。マジで。ほらなんで左行ったの。一回最後にあのチェンジします。私ですか。一回だけね。一回だけだよ。無理です、あそこまで面白いできないよ。あの、面白い死に方を違うってるわけじゃないんだよね。今最後ですね、これが最後です。あんな最初に見せられたら後でやるのきついですよね。あ、うまいな。いや、まだそんな言うところじゃないと思うけど。おお、うん、危険な段差だったけどな。よしよしよしほいほい。おー、うんうん、テンポなんで上級者やっぱそこ引っかかんないんだな。テンポね。ローション塗ってあるの。うん、そうだね。ツルツルにしてある。あえて。あしゃ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 。え？ここ気をつけて。これね。そうして。はい。うまい。そこずり落ちるから。ね、もうずり落ちないから普通にやったら。あ、お化けだ。倒せ。なんで無音なの？ビボだビボだ。おお。ここまではね、うん、ここまではえいっ。やっぱ出るでしょ。出るよ。下 B だね。これ仮面界にしとかないと。異常な判定だよな。よしよしよし。一回必要あるのこれ。下下下下。片腕だけでやったよ。お金は無視だな。そうですね。下行こう。右のそれ取ろ。鍵、鍵取れ。スパン早いな。お化け、お化け、お化け。地形無視でいける、お化け、お化け。撃て撃て撃て。撃て撃て撃て。当たるから。自分のタイミングでやらせてください。危ない。よし。鍵を取ったね。危ないな、その連れて。大丈夫でしょ。よしよし。ここまではね。ここまでは。僕もここまでは来たから。うん。霧吹きを受けて。落ちるね。ここも落ちない。落ちないよ。なんでエレベーターから落ちるの。そもそもだよ。OK。 あそこ気をつけろ。うん、あれ地獄だ。おーえい。よし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 。はい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 。あ、地方がここに来て止めなきゃ。よし。うん、いいんじゃない。爆弾飛んなくても。なんでですか。必要ある爆弾。やるんじゃないですか。なんか置いてるんです。よーし。あ、時間がまずいのではこれ、もしかして。まずいな。ああ、大丈夫だね。タイマーが待ってくれた。鍵を取らなければ。ご情報が多すぎやんだけど。さっきからさ。テンパるわ。ああえ、フンかい。当たったらダメだな。いけ、進め。いける。いや、無理だわ。これ、3つのやべ。倒せるのでは、ね、倒せるじゃん。倒せないのか。あ、今か、あの、いけたね。うん。換算としてるときにいけ。ウェビーって言ってる。どう見て。ウェビー、ウェビー。ああそれだわ。あ、取れるんでしょ、あれ。取ろう、取ろう。びっくりしたぞ。はい、おしまーい。最後のターンおしまーい。だいぶ上がったわ。あそこまではいけるわ。僕行くねっつって。まだやんの。やるよ。この面ぐらい越したいわ。もう越せないからやめた。そこまでが。そこでお前が諦めてどうすんの。片割れ諦めてどうすんだよ。どの口が言ってる。まだコメントに諦められるのはいいけどさ。隣のやつなんかゲーム。開始直後で諦めた。一向に学んでないと。それ諦める。今の奇数調整だったから。あ、奇数調整って3つ全部使って。おかし
違う、最初の時点で踏み外したらもうこれ捨てよ、考え方捨てなんか半キャラ出てたよ今大丈夫大丈夫、シューティングやってるからないなシューティングじゃないしこのゲームアクションだしそういうことで言っただから動体視力とか反射神経がいいよってことを言いたかったんですよ僕は。わかる？いや似合ってないんだもん主人公とスペランカー君と。敵が来たぞ。うん、一回そうだね、ここだけ行くか。こうだろう。馬しでは？よし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 。これは馬しでしょ。いいね。鍵より先に下行くか。急ぎすぎたな。分かった分かった、僕分かったわ、斜め下押してんだわあれ、急ぎやすだから。なんで斜め押すの？いや、いもう一刻も早く行きたい。いやいやいや的な。せっかちなんだよ。真下を押さないとスペランカーが横に行くんだって。先走ってんだね。自己分析も終わったところでシャイホこのスペランカーやっぱ違う、闘魂持ってるよね。学んできてるね。うん、数々の失敗を。行けば行けるさみたいな。そうやって人類は進んできたから。いいこと言ってんのに死なないでよ失敗の連続ですよ人生は。いやジャンプが効かないんですよねジャンプが効かないんだけど何この三角さっきから腹立つななくていいよね。お、あ、来たな、早めのこの音楽ビビるな。どっから来てる。どっから来てる。危険じゃない結構シュールだな。いきなりこれ来ることある。あ、来ないね。どっかで湧いてるな。あ、これ安全地帯で爆弾がまず、ね、おうおうおう、これは激アツか。あ、最初にこ危ないな。突き選べよかったんだ。上行く必要がないのか。おっと、ここ危険では。ここじゃマシンが持ってないエイシャーエイシャーエイシャー、こらエイシャー来た来たんすよこれ。うわ、あ、まあそうだよね何のゲームと感じか一般的な一般的なんと勘違いしたわ。あ、下行って爆弾取ってか。頭よしか。そうだね、お宝とかいらんわそんなの。まずこそうか、進もう、爆弾取り行こう。これ解決ルートか。これまず、ね、取ってあの扉開けるんだ。よし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 。で2かな。あの爆弾、あそこ爆弾で壊すのもありでは。まあ今んとこね。先に、うん、先の青いのは何、うん、あれ。あれ扉。あれ鍵じゃないとダメ。そうですね。そういうことね。分かった分かった。学んできたな。このゲームの何がしかを。さすがに学ぶ。あれこんなとこにも爆弾が。もうこれも取って足元見よ切り避けて先行くか。うん、ありかもしれない。ここ危険だな。うん、さっき私が死んだとこですね。よし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 。いや僕この穴を危険っつってるんだけどこれそういうこと全然危険だと思わないんだけどあー爆弾取ってっか。うん、せっかくだし。あー近い近い。ほらいけるか。しゃーなんで斜め、あ、やばいってこれどうこれやばいじゃん。落ちかけてるよね。落ちかけてますけど。あ、いけるか。おーなんでもう一回やろうみたいな感じで戻ってんの。ちょ、もう一回やらしてください。ほんと、最後。これラストなんでね。はい。もう一回だけやらして。悔しいんで。なんか下手くそみたいな感じで終わりたくないんで、僕。下手ではないんですよ。いや、ほんとこれ雑なんですよね。チャレンジしていかなければいけない。鍵取りに行こう、そうだね。うん。鍵行かなくてもいいのかな。あ、こっち行かなくていいんだ。うん、そうだね。だからここ死ぬからやめよう。もう、危ない道に行くのやめよう。そうそう。安全な爆弾を取っていこう。勇敢と無謀を履き違えてるよね、さっきからね。
ねえ。よしよしよし、取ってこう。やめとこう、触るだけです。ダメ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 、ジャンプできないから。こっからこれ爆弾取っていやどうする。いやどうしよう、爆弾壊すか。もう最後のあれ、いや、いける、倒さず終わったぞ。じゃあ次のゲームいきますかね。シーンがわかんねえ、どっちだ。ダメだなこれ。だ最後が途中まで行って僕にバトンタッチしよう。あ、それだ、うん、最初ちょっと1段目2段目ぐらい最後をやらせるわ。1段目やんなくても今最後変わってますからね。取れるもんは取っておこう。そう、うん、ここはでも爆弾持ってこないとミスミス危険を犯しすぎるわ。まずは一番下の、そうだな、はい、完全にこういくら西郷といってもね、簡単なやつだね。うん、パワーも取っていくか。取っていこう。よし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 、これまで順、ここまで順調よ。そうそうそう、一気も減らすなよ、僕に渡すまで。一気も減らしちゃダメだろ。そこ危険では。大丈夫、危険じゃないよそんな。で、鍵を取りに行こう。うん、うまいな。よし、うまくはないと思いますよ。普通だな、丁寧なんですよ。慎重というか、敵が分かってます。まずあれを倒していかないとな。プロ講師になるとか、さっきみたいになりたくないんで。まあそうだね。あまりにも無残のスパッツロだったら。早いんだよね、爆発。ジャンプまでしてるからね。あー、まあでもここをまずここの下まで行ってくれれば、あと僕に渡してくれていいよ。はい、パワーもうマックスだから、ね、手いいよって。鍵取れ。分かってますって。うわあ、減った。まだそう、捕まったままだった。一回外してから、うん、今の一機ちょっとミスだな。最後が取ったんで、はい、おお、あ、戻ります、戻ってもらう方が。やば、でもあ、来た、近い近い近い。いやあ、罪なんだけど。あのタイミングは罪だろう。コントロール、いや、終わった。ゴミみたいに捨てないでください。私ここまで捨てた。進めた。いや、今のモンスターの位置はかなり悪意が。あれ、まあ、確かにタイミングでしょ。だってもう倒すだよ、もうこう出たら。もう一回行くわ。ちょっと待ってね。一回捨てようか、この捨てなんか。今開始でつまずいたんで。二機目、一機目の気持ち考えたことあるんですか。次の3人ラストなんで、ごめんなさいね、これラスト。これラストの3人なんで、選ばれし3人なんで、ラスト3人。この3兄弟ほんともうこの洞窟1回クリアしたっていう熟練者呼んできてね。すっごく3人組だ。そのネーミングは多分失敗するな。まず八兵衛からいくわ。あっ、八兵衛弱し。博士でね。博士やっぱり頭いいから、うん、切れるね。頭脳的な策略めいた動きしてるよね。よし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 。どこが頭脳的。わかんないな。結構だろ。雑になってるな、気付けよう。あ、終わった。高いわ。もうちゃんしか残ってないな。まあ、こうモーちゃんのある種ね、落ち着いた感じで行くのがスペランカーでは一番重要なとこあるよね。勢いもあるしね。まず爆弾取りに行こう。落ち着いた中にも逆にここまで追い詰められないと坂本力出せないか。やっぱ3機っていうセーフティーゾーンがある種制裁さえを書いた経営を生んでいた可能性あるよね。お渡し機こそ、そう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 、やっぱ限界まで追い詰められないと動き出せないから。あるかもしれない、それは。あるんで顔面切り吹きかかる感じ。ここまでほら行ったでしょ。いいね。あいつ倒す、したいな。倒す、しゃいさい。横押すだけでした。これ気をつけよう。一回倒してこう。倒そう倒そう。マジかマジか。しゃー、いいね、余裕たっぷりだ。いいぞ。ここあれ地獄気をつけよう。うん、なんすん。
それ危ないんだよね一回戻るやつそれさっき死んでますからそれで何ちょっとちょっと何身乗り出してジャンプ手伸ばしたら取れるかなじゃないの今のでジャンプが効かないんだもんはいいけるいけるまだもう終わったからまだいけるまあ残念ながらね、応援の快なくこれラスト中のラストですよねちょ待ってね終わりましょうちょっと待ってねひどすぎるあ、2期でいこうねいや、そうじゃない1回奇数調整しようちょっと意味あんのかなほんとこれラストで申し訳ないほんと仕様にこの放送枠を使って申し訳ないんですがむしろ、最初の一気をいかに大事にするか最後かっこいいとこ見せて終わんないと、うん、この後ねチャンネル変わるんでね皆さんもういいわってコメントがあるんでさっきからここで見せていかなきゃいけない音楽にね惑わされてるからさっきから恐ろしいドッグだよよしよしここやめようぜ実りが少ないからやめようぜ誰と相談してお前だよだからさいや相談できないのこのゲームって隣にいるくせに危ないな真ん中陣取ってこうぜあまあこれ一つあるよね真ん中卑劣すぎるひどいだよねーって今のはひどいよなどうにもならんのだけどエレベーター中そりゃエレベーター落ちるマシンガン使えないんだよねさっきからここ行くかああそう確かあでも鍵取りに行くかそうですねしっしゃいまず爆弾置き爆発させる取る怖いね残り霧吹きジャンプこうよし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 どうしたどうしたな、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 今どうしたなんかあった吸い込まれるんですよ、そこの鎖にアンチか、これあ、わかんないなここ気をつけようかうぃーいやあ、あと一回やった俺、一回死ぬとキーボーオムナチか次のゲームに行きましょうかはいあ、行き合った次のね、ゲーム何でしたっけ次ダウボーイかダウボーイに行きますねはいさっきダウボーイもう高かったんでね、はい、評価アンケートがねひどすぎるさすがにひどいわダウボーイは本当面白いですからいやもうダウボーイの話に持っていこうとしてますけど言いたいこといっぱいあるからねダウボーイは戦争ゲームなんでファミコン初のマジ面白いんでしかもこれ2人プレイできるっていうもう面白さの極みみたいなとこあるんでねよしでなんかちょっと死にゲーすぎだよねおダウが来ましたかダウが来ましたよまずワンプレイでダウではないよねまずワンプレイで僕いきますか知ってらっしゃいますからねこれ面白いぞこれ持ってるコントローラー違うからねこれかあーこれねケムコさんねバイケムコの新ソフト1985年この音楽がもうアメリカ合衆国だから来てますねちょっと寄ってるんだねスペランカのまま確かにねそれありがとうスラッシュペラムのボーイだからねダウボーイと戦争中ダウボーイ中結構面白かったはずだね放送はねいろんなアイテムがあるからあの0時までですね今日も、うん、ダウボーイ来たぞあれまたコントラ違う押したいんだあーケムコさんのねコントラ僕持ってるの違うんだよ痛恨でしょこれなんで私の手元にあるコントローラーとってこれ聞かねえ知らんわああゲーム AB2 プレイとあるんでゲーム A でいきます来た来たよこれ来たよこれ来たね分かった何かが来たよこれね、戦争ゲームでこれ緑が僕ですねでこれ白敵なんだね
喋ってる暇ないよ。喋ってくれないんだね。うん、僕打つの出ちゃうんだ。ちょっと待って、僕打てないんだけど。あれ、僕打てないよ。僕打てないよ。あー、ちょっと待って、僕打てないんだけど。打てない。アイテム取ってみよう。ペンチを取るか。僕打てないんだけど、さっきから。で、僕弾打ったよね。あった。あ、ちょっと待って、なんで分かった、分かった、止まればいいんだ、ほら。残空号からね。じゃあ、ヘッド行かれたな。じゃあ、これは何なの。え、じゃあ、残空号の意味ないよね。意味ないよね、じゃあ。アンチじゃないよね。近づけばナイフで殺せますんで。白はコンピューターで緑が僕ですね。まあ終わったんだけどね、もう。次に行きたいな。1分かかんなかったな。ユーズドタイム59秒。ちょ、もう一回僕やるわ。うん、今のでだいぶ掴んだから、うん、戦場をまず見ないと。そうだね、うん、一番右まで行けばクリアか。そうそうそう、あるあるあるよ。途中いろんなアイテムありますね。潜れないよ、この残酷を。残酷、これも死んで。ああ、でもそうそう、ナイフ切るか今。そうそうそう、基本それが安定かなと。危ないわ。いい銃撃戦だったな。いや、離れると危ない、離れると。離れると危ないっつったから今僕言ったわけで。遅いよし。いいぞ。近づけ。そういう時は近づいた方が。うまい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 。そんなにヒューズを取りましたね。そして、これはペンチ、クリッパーペンチだね。クリッパー、ラダーズ、はしご、マイ、お、こちらじゃない。もうなんで消えるの。敵の消える意味がわかんない。ナイフ切る。置きナイフだ。いや、横向け。当たった。うまかった。木を縦にしたぞ今。遮蔽物を使ったな。単発で戦ってんだろ。危ね。気をつけろ。うわ、すごい撃ってきてる。どっか撃ってきてる。ピシッピシッってる。こっちこっち単発する。ああ、3点バーストぐらいはできるか。うま。すぎる。戦場に迫る。やってやって。せーの。せーの。じゃんけんだったら今。うわ、もう。時間まで私のお腹持ちますかね。すでにお腹が痛いんですけど、筋が。危ねえ。危ねえ。いや、斜め言ってくんのちゃんと訓練しました。したしたよ。しました。あ、じゃあ本当に今あのなんだ、特殊アーミー部隊のつわもの中のつわもの、タフボーイみたいなのかけてるだけでし。そんなに許されないわ。許されないか。じゃあ行こう。こっち味方いないんだよな。安心。戦場にね、ランボーだから。中華に持ってきてくれ。こんな単発銃でいかないでくれ。よし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 、いいね。とりあえずアイテムを集めていくんだ。はい、うん、よし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 。おお、ナイフキルした。うまいな。動き制限されるからね。残酷。デフォルトで下見るからねこいつ。ねえ、ボタン押さなかったら下見るんだよね。これがさったらさ、多分母国がある方向だね。あばあばあば。買いたいんだな。うん、虫食いかさりたい。いやー、これ激しい銃撃戦が。激しい平行線なんだけど。あー、進まない進まない。これは激しいぞ。やばい。おー、うまい。木越しに、こんな木越しに撃つことが隠れるじゃん。
あ、いいですね。いや、スナイプしていかなきゃダメだね、遠くから。あ、スナイパーだ。やばいぞ。すごい、うわ、すごい、ワープチキン。うわ、やった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 、やった。あ、結構キルしてる。下平平並み、一回、これまだまだか、うん。怖い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 、バーン。相手が下平平復活すんのなしにしてくれや。無心ながらでしたっけ。あ、怖いよ。当たった当たった。斜めの軌道、やべかい。はーい。意味ない、意味ないよね。いやすごい。二点バース。やばいやばい。当たってないし。すごいな。1回倒せないと連鎖するぞ。こいつ気をつけろ。いいしてる。あー、これ忍耐だな。我慢、そうですね、我慢大事大事、うんうん。あー、我慢大会だぞ。どっちか負け、うわー、当たった。なんで一旦さ、拠点まで戻る。よしよしよし。早いんだよ。撃たれないで敵に接触すればこれ倒せんだ。そうだね、さっきからそれでいけばいいのに。これ結構ナイフ強いよっていう。強い強い強い。イモスナ全員殺していこうぜ。イモスなんだあいつら。あっ、ナイファーだ、ナイファー。ここは大、ここ拠点を前線だ、前線。来てるよ。キーだてに、キーだてにナイフで殺すよ。ほら、よし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 。キーこれ、キーこれ、キーにさ、そうや。ナイフで行くゲーム、バカだなこいつ。いけるんじゃない、ナイフ。あー、でもすごいな、弾持ってる。おいー、来た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 、よし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 。キーを使えば越せるな。あ、越したんじゃない。よし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 、取ってこう、取ってこう、取ってこう。なんだ、鍵鍵取ってて。お、クリアした。鍵の意味が。やったこれ。二面か。あー、パズルゲームっぽい流れだぞこれ。これ頭使うな、ごめん。知略先生やっぱ。言ってくれ、ほんと。終わったし、動作動作停止したんだけど。ピシッてセントラルの。ちょっとバグったんだけど。フリーズしたんだけど。ちょっと待ってくださいね、一回切りますよ。そうですね、ひどいなこれ。ピシッていった瞬間に落ちた。キャプチャーボード行かれたんだけど。大丈夫でしょ。大丈夫かな。大丈夫じゃないかな。鳴ってる。お、うん。でもなんかもうゲームオーバーだった。また最初から。割り画面がずれちゃったかな。ずれたっぽいな。だからこうして、合わせて、はい、もう一回取り込まなければいけない。お、スタートボタン。暗いからね。スタートボタンだそれ。ゲームオーバーじゃない。あ、そういうことか。だって画面キャプチャーで死んでますね。なんかスタートボタンと変わらない光景がそうな気がするんだけど。せっかく2面まで行ったのに。ちょっと違うわ。ポーズっていうボタンがなかった。せっかく2面まで行ったのに終わったのか、今ので。ひどいなぁ。行きますか、うん、配信してるこれ。あ、なってます。じゃあ最後入れるか。ひどいなぁ。入れるか。2プレイで。うん、そうだね。じゃあ最後入れますね。はい、はい、確かね、これ最後戦車になるんで、ね、そうなんですよ。な、戦車味方なのになんですか、右にいるっていう。撃てるでしょ、最後は戦車砲を。そうですね、それを援護を受けて、よしよしよし。最後どこに。どうしてもね、どれ、あ、これか。最後は棒みたいなやつ、ボッコか、ちくわみたいな。はいはいはい。よしよし、いいよ。はい、あー、うまい、任せて。あー、うまいうまいうまい。
自衛はお願いしますよ。分かってる。これこれ、キノキノキノ。分かりました、分かりました。えいお前ふざけんなよ。いやぁお前マジふざけんなよお前。一個手前で爆発させるのは常識でしょうが。わかる。あんた戦場的には見えないから味方。いや見えてる。離れてもらわないと。アビコンだろうが。ダメだわ今のは。悪ふざけだわ。いやちゃんとさ。ほらこれほらこれ。はい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 。いやダメだって。当たって。わかりました。離れて。いや当たった。離れて離れて。よしうまい。よし。うまい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 。した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 。はいはい。いけ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 、こっち来なくて、こっち来なくていい。いや、僕の動きに敵誘われてるから、いないとダメなんですよ、ほら。いいね。ちょっと。突っ込んだ。味方爆撃してたこれ。突っ込んだ、それは死にますよ。たぶん、こっち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 。流れで死ぬのやめてもらっていいですか。こっち倒してくれって。わかりましたって。離れてくださいよ、分かった。よーそうそう、それ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 よこれ助けて。わかりました。まあ、あとは全滅させたか。いるぞ。火力支援が入ったね。おお、そうそうそう。弾がない。はやばくないそれ。限りある資源だった。あ、なんかアイテム取るお前なんかアイテム取ると復活するわ。その方向僕しかいねえだろ今。いや、お連打してたら出たんだよね。連打したら出たじゃん。戦場でやっちゃいけないだろそんなこと。たまづまりか。ちょっと待って。わ、ちょっと役割分担しないと。こっちに打ち込んでんだもんこの男。役割分担しない。わざとやってるだろう。頼むぜ。たまにバッキーがあるんだろ。上私とかにします。ああ、上君だよ。あ、ダメだダメだ。よしよしよし。いや、それで言ったってさ。ちょっと支援しないと僕死んじゃうよ。影に隠れてるやつは。まあそう、はい、よし。当たってない。あれ大丈夫。ヒットワープしたぞ。あいつ倒して危険だ。ほい、うまいね。よし、落ち着こう。次はまずこのままアイテムを。いるいるいる。よし、当たってない当たってない。はい、あ、隠れて隠れて隠れて。頼む。はい、さあ、愛護さん当たったのか今。熱いなこれ。これが友情だよな。あんないね。撃てない。弾がない。ああ、ある一定のライン行くと出せないんだ。そう、兵みたいな男かな。ああ、撃てない撃てない。ダメか、うん、一定の時間待たなければいけない。待てば復活する。主人公がある一定の位置に来ると撃てなくなります。あ、そういうことか。はい、じゃあ一回戻るわ。一回撃て撃て撃て。ちょ、逃げて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 撃て撃て撃て。よーし、あははは、流れだわ。あとは自分倒すのか。もう書き取っていけるんじゃないだろう。よーし。あー、よかった。ノーミスで一面クリアか。いいですね。あ、いいね。よーし、二面だ。まあ、違いますね、支援があると。火力支援あったかいわ。二面は本当に難しいんで気をつけてくださいよ。いや、水にピシャやめてください。よし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 。敵がいないんだな。音楽、爆弾を仕掛けていかなければいけない。爆弾を仕掛けていかなければ。あ、敵いる敵いる。爆弾をどうやって仕掛けるんだこれ。セレクト、セレクトか。まあ、だよね。スタート、まあ、だよな。 A と B しかない。あ、変わってる変わってる。ああ、そういうことか。で、これで置くのか。 TNT TNT、はい。橋をかけないといけない。あ、撃てばいいんじゃないの。あ、そういうことか。これは撃てばいいんだ。
私がちょっと打ってみますか。仕掛けた。来てるよ。どういうこと？打ちますよ。ちょっと後ろ見て。ああ、そうか、打って打って。あ、おお、ね、よし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 。そういうことね。じゃあこれ打てよ。分かってます。爆発させんだよ、そこで。分かってる。いや、もう一発、もう一発。確信犯でしょ。なんでそこにいるんだ。よーし。いいね。ここも打ってください。はい。近いよ。いや、でも走らなかった。はい。ここも、はい。やってきました。薄いんだよね、それ死ぬ現実さ。いや、知った。ピシじゃないよ。これは何ですか？これ、壊してみますか？うん。危ない。僕ごと壊せる。すんのやめて。ああ、ショートカットか。なんで最初からやればよかった。これ壊して。撃てないですね。あ、撃てないのか。私の爆弾もうちょっとこっち来てくれれば、あ、違う、向こう側に、左側に行っていただければ。おー、頭よしだな。ここも、ここもか。ここ多分打てないと思います。左側を打つ、はい、ダメですね。お、いいじゃん、行けないか。あ、なんか船がある。ここ危険では。せめてさ、木があるんだから。そうだな。いや、片足使っただけで死ぬんだよ。スペランカー、逆にしようや、コントローラー。スペランカーより弱い。僕、戦車やるわ。それでいいでしょ。はい、わかりました。今コントローラー変えましたんで。僕、戦車にしますんで。これが正しいよ、多分。そうなんですか。役割分担としたらこれが正しいよ。これ、大丈夫。間違いのパターン何回やってる。おお、押してる間飛ぶんで。ああ、そうだね。はい。あ、カーブできんじゃん。悪い悪い。ちょっと、こいつ最後ナイス。うまいんじゃない。うまい。怖いんだけど。うまい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 。ああ、いやー、ナイフ勝負。それ申し訳なかったな、今な。いいですよ、いいですよ。何キロもあるんだ。大丈夫か。いや、助けてほしいんだけどね。ちょっとさ、弾幕やばすぎなんだけど。タイロに巻かないでもらっていいですか。ちょっと危ないって。対戦ゲームじゃないから。はい、こいつは死んだよ。終わんの。ほとんど今のはちょっとね、ほとんど砲撃だから。戦車のね、試し撃ちをしたまでのことを。怖くてしゃあないわ。次は本気中の本気で行くんで。わかりました。はい、今のほんと正直最後をターゲッティングしてただけだからね。ああ、そういう遊びもね、持たせて。そうでしょ。最後早いんだ。ちょっと、いや、ちゃんとあれよ、敵倒してよ。誘導して任せる。いいですね。はい。避けろや。爆発の光で。ちょっとやめて。ちょっとやめて。下下下。よしよしよし。待て、離れろ一回。よし。ナイフキルだ。じゃあアイテム取ってきますんで、ばらまかないでください。いや、倒してよ、ほら。大丈夫か。怖いんだって。よし、来い来い。あ、湧いた湧いた。何発あんだよ。うわ、うまい。いるいるいる。今うまいよ。下下下下下。分かった分かった。おいでおいで。下下下。任せろ。あ、もう撃てない。もう撃てないからいけ。わかりました。下行きますよ、もう。うん、鍵取っていけ。むしろむしろ。よし、よし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 。何機ライフ。4機か。うん、4機か。とりあえず3面まで行こうか。そうですね。私のね、倒してもらっていいですか、ここは。もちろん全部倒しますよ。
早いんだって。このでかい橋倒すからね。そうですね。それ倒したらもうね、そこ倒さなくて。そうだな、危ない橋を渡る必要ないんだな、うん、うまい。おー、うまい。まっすぐ渡れ。はい、大丈夫。で、レンコン倒すか。レンコン。よし、ゴイいいですね。熱いよ。あー、すごい打ってきてる。打てないでしょ。おー、うまい。ここも、そこも私か。うまく画面を。いいですね。すぎだろう。やっぱセンサーな、僕な。火力中だからな。押せない、もう打てないんだ。あー、それ気をつけて。アイテムどうやって作るんだっけ。これか、うん、置き方がよくわかんないんだよ。うーん。A ボタン押しっぱか。あ、マイン、マインではない。何もなかった。戻され、何もなかった。プシッていうコーラのね、缶開けたみたいな。フルタブみたいな。遊びね、遊びですから。これで緊張感を保ってる的なとこあるからね。打てないんだって、僕も。何なの。よくわかんないけど。隠れろ。はいはい。倒せるのかな。いや、欲をやめとくか。欲張らないのがいい。あ、TNT じゃなくてマインじゃないですか、ね。マイン。それで、お、上ボタン押しながら準備してた。あっちの巣になる。これダメか。アイテムが置けないですし、僕は。このまま。どうやって相手を置くんだっけな。そのマインは地雷だもんね。そうですよ、 TNT で橋を壊すのが正解だと思う。ちょっと貸してみな。アイテム取ってないのかな。いや、30あるから大丈夫。 AB、 いや、あの銅線とかニッパーとかで。あ、そういうこと。ちょっと積みじゃん、もうこれ火薬だけある状態。あ、そういう一面で取ってこなきゃいけないってこと。かねえ、単品だけだったら。だから置けないんだこれ。あ、ほんとはなんかやる感じの動作をしてるけど、うん、動線がないからできないんだ。ピシッ。もう準備不足。ここまで来て。じゃあ次のゲームに行きましょうか。面白い。ダウボーイか。面白いな。こんな難しかったっけ。こせそうな雰囲気あるゲーム一個もないんだけど。基本難しいですよね、ファミコンで。そうだね。再度アンケートを取りますか。5678で。この音楽。はい、5678だよな、残り。ちょっと待ってね。おお、サラマンダーはあれだね、シューティングだね。おお、ああ、9が多いのかな。休憩欲しいの。あ、休憩、ちょっと今アンケート出したまま休憩行くからちょっと待って。ね、歌をこうして合わせでしょ。結構分かれますね。うん、アンケートがね、3、8、9でしょ。おー、どのゲーム。2、3、4、5、6。シューティング得意だから。はい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 。まあ、確かに7が来れば僕の本気のね、プレイが見せられるっていうのはあるよね。シューティングね、1個しかないですからね、この中でも。うん。ごめんごめん。そうそうですよ。一個一個処理していかないとね。何？次行っちゃったわ。何？何なの今日。何その。いやー、今日坂本さん面白いなと思って。ごめんごめんとかいきなり謝られても。いや、何さっきから。なんでこの音楽喋んないといけない。そしたらですね、18時の50分に再開ということで。ややこしいな、これもう1時の1時以降だし。うるさいな。マイク外して喋ってくれ。お前も18時50分に再開しますと。再開します。はい、
あれ？え？あ、アンケートしてる間あれか。パームできないんだ。頭いいな。そっか。そういうことだもんね。これね、カウントって何のカウントっていうのが僕にはもう文字として伝わってこないんで何のこと言ってるかさっぱりわかんないんだけど、飛竜の剣の5番から、うん、僕とラキュラ君の9番までが対応してるんだね。ん？あ、死亡カウントしてる人いるんだね。え、何？ゲームまたいで。それ今気づいた。そう、死亡カウントを今日してくれてる人いるんだ。そういうことね。僕アンケートの説明してるからね。うん、もう坂本さんのね、うん、死亡カウントはぜひ、うん、今日僕アホになってるか、やっぱチャレンジャーでだいぶ神経いっちゃったか。そうですかね、うん、今日チャレンジ、え、はい、 いつもよりちょっと雑かなっていう気はしますね。ファミコンだからだよ、正直この雑さというか。いや、エレベーターであんな死ぬ人見たことないです。ファミコンだよ。全然答えになっちゃうんで。じゃあアンケートの結果を出しますね。来たぞこれ3番。わ、なんだ。じゃあ次はサラマンダー行って、え、サラマンダー初取り、サラマンダー初取り、キングコングの順でね。わかりましたよ。キングコングはもう西郷さん大好きゲームなんで。じゃあサラマンダーから行きますんで、じゃあ音楽だけ聞いて、これでパームを出せばいいかな。僕わかってるからね、こういうのね。18、15、17、再開。おお、結構だからこれあれよね、アンケート消えてなかったらパーム意味ないんだよね。そう、知ってた。知ってたよ。僕分かってた、それ分かってた。知ってたよ。知ってた。55分ですか。僕分かってた。知ってたよ。知ってたよ。分かったって。分かったって。知ってた。15分から、サラマンダ。よし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 。じゃあ18時55分にまたお会いしましょう、はい、ダウボーイでした。ダウボーイだったんだ。ダウボーイ坂本。いや、来たな、神ゲーが。お待たせいたしました。見せ場がね、私の見せ場がやってきましたね。シューティングスター。いやー、これね、グラディウスっていうゲームを知っている人は、うん、大体その派生だと思っていただければ。そうですね。パワーアップとかも全部同じだよね。はいはいはい。スピード、ミサイル、リップル、レーザー、オプション、フォース、うん、もう2のパワーアップテンションとか僕全部取り揃えてる。わかってますか。え、僕シューターのサガと呼ばれた男なんで。横シューもやるんですね。まあ横も縦も斜めも全部やるよ僕。斜め全部やるんで。斜めやったことないな。じゃあ行きますか。まあ、2プレイヤー同時に行けるけど、いきなりクールダウンするのやめて。情緒が早くやりたくてさ。情緒不安定じゃなくて早くやりたいの、このゲームを。いきますよ。これ声入ってるかな。ここまでやって声入ってなかった、バカだよ。入ってますね、大丈夫だね。よし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 。これは縦も横もあるからな。そうなんですよ、それがサラマンダー。気をつけてくれ。なんだろうね。君のテンションいきなり下がるのもダメだ。じゃあ一人プレイヤーでまずやるからね。さっきから全部これあれだよ。デモなんで。何回転んてんの。このパンチみたいな。じゃあ行きます。いいよ。これ私ですね。あ、ちょっと、これ私ですね。私だ。お手並み拝見ですね。ああ、お手並み。終わってたかと思った。バカか。まずはミサイルだ。これ2だ。これを選択する。2はミサイルから行くんで、はい、うん、攻守ね、共に。次はレーザー取りたいな。アイテム出せてないんだけど。いや、スピードが足りてないんだ、まず。まずスピードだわ、ま、ード2は。2はスピード。2はフォース最後なんで。ああ、はい、これ気をつけよう。赤いとこ。キスしてどうすんの。やったことありますよね。まこのゲームはなんか。わあ、これ終わったんじゃない。やばい。マジか、これ塞がれんのか。早く早く、あの赤いところ。ああ、無理だもん。結構早めに巻きでいかないとダメですよ、このゲーム。無理だ。
って言うなっつっただろ。だって無理でしょ。これなんかもうせかさないと。うん、あなったらせかすのはいいんだよ。無理だっつったら終わりだろ。なんだよそれ。前に文章抜けてました。早く行かないと無理だと。そうだよ。前だけ言えばいいんだよ。待つだけ。無理だっつったら終わるからな。最終的なね、言葉ですからね。本当にしっかりしてくれ。ああお前いい加減にせ。だってもう初段からおかしいんだもん。言ってるとこ。ああ、わやだみたいなさ。それ言い方でしょ。ああそうですね。めちゃくちゃみたいなさ。なあ、やるぞーら。おっと。あ、ここ。まあまあまあ、最初は捨てですよね。いつもの。これ、下見なんで。こっから本番中の本番なんでね、はい。下見ではないでしょ。全然見れてないんだけど。ちょっと待って。いつも落ち着こう。ああ、うん、ああ、お前ぶっ殺すぞ。お前自分で言ってどうすんの。ああって言って言ってない。勘弁してくれよ。シューティングあれですね。笑うのは命取りですね。そうだよ。あ、レーザーだ。レーザー強いからな。これでしょ。ようやく来たな、武装が。もう静かにやろうぜ。うん、これ気をつけないと。赤いとこオレンジ、オレンジ。そう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 、いいね、いいね。これさ、早めに行くんだな。うん、ダメですよ、下ダメか。じゃあ上か。あ、行ってもいいけど早めに行か。上上上上しかない、上しかない。もう、あー、そうそうそう、よしよしよし。気をつけろ、地形当たるからな。早く行かないと。あ、これ早く行かない。そろそろ、もう画面のね、赤赤赤半分右側。あー、ないよ。ね、出てきたか、これ来ました。おい、どうしたのこれ。雰囲気が変わりました。一気にね。あ、ほら、敵だ。今のうちうーん。いや、ミサイルでも取っとくか。あ、血を買うミサイルね、うん、いいと思う、いいと思う。強しか倒したいな、あの赤いやつ。そうだね。ハブハブハブ。赤いやつ倒そう。そうですよ。ナメクジを。いけ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 。やったーし。スピードか。スピード、いや、もう大丈夫。食べ食べ食べ、もう大丈夫。いやー、待って、来ないけど。敵だ。なんだと思った。鼻くそだと思った。なんで鼻くそ取りに行くんだ。鼻くそだ、それで行ったって。なんで鼻くそだと思ったら取りに行くんだ。まず宇宙空間に鼻くそはございません。ちょっと無音でしてるのやめて。違う、笑ってコントローラー動かねえんだ。もう一回やな。なんでサラマンダーっつってるのに鼻くそ飛んでくるんだ、後ろから。そう、別に鼻くそ関係ないだ。もうな、笑わせないでよ。行こう。ああ、大丈夫だ。腹筋割れるわ。こっからだわ。レーザー強かったな。笑うとこじゃねえ。レーザー強かったな。リップルか。あー、あるかもしれない。ね、まずレーザー。レーザーだね。やっぱレーザー強いわ。ことわざにありそうな。ほほじゃねえんだよ。あ、倒そう。近いな。大丈夫だ。見切ってるから、こっちは。あ、そうなんですね。シューティングさ、あ、つってるだろ。感覚バッチリだ。おぉ、うわ、もう見切った。スピード大丈夫かな。スピード出してるか。うん、確かにね。何もできないから究極避ければいいからな。もう行かないと、行かないと。シューティングはな、そろそろもう半分任されよ。そう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 。大丈夫大丈夫。まあ、見切ったら結構遅いね、スピード、ゲームスピード。あー、分かってきた。あんまりこれ
全然ぬるいね。あ、遅いね。スピードはもういいか。スピードこんなもんでいいわ。ミサイル欲しいとこではありますけどね。いや、武装いらないんじゃない。あ、それでも鼻くそ。それそれこのやつだよ。鼻くこれか。鼻だよ鼻。それがずっと来たんだね。で、この真っ赤なんだ。認識おかしいんだけど。よしよしよし。あーすごい牙が。何がすごいんだこれ。あー当たるよそれ。結構当たりはんででかいですよ。でも行った方がいい。うまいな。いいですね。あばらですね。あーそういうことね。そう、生物の体内なんですよ。慣れてきたら結構これ簡単だな。あ、はい、これアイテムが必需にあるね。あーよーし、リップルか。あ、これこれこれ、早く行かないと、早く行かないと。おーおーじゃないよ、パイロットそんな言う。あー、これラストトライするから大丈夫だよ。死んでね。早い、諦め早いんだよ最後。危なっかしいんだよね。いや最後はね、やっぱりなんだろう、叩いてくれないと。どんとね、なんかもう、あーとか無理だとかほざくからさ。5秒ぐらい前諦めちゃうから僕。ミサイル取ってこう。いいですね、武器のチョイス。ナイス。武装いいんじゃない、うん、これこうしてね。これ以上武装を固めてもなぁ。あ、レーザーで。強すぎでしょ。すごい火力だ。いや、気をつけろ。上行こう。ああそうですね、たまには。危ないあー、うん、ゆっくり前を見て。いや、ここはもうほんとチキンだろうがなんだろうがいいから、うん、生き残るのが重要だからね。あ、もう行かないと。はいし。体育会系まだ生きてるって。いけるいけるまだまだ大丈夫。スピード取ろう。いいになってる、うん、そうだね、スピード大事。スピードないと避けれるもんも避けれないから。すわ、鼻だよ。危険だな。まだいけるまだいける。緊迫感がないってやつ。反応できてね。だいぶ遅かだいぶ見えてたな、今。スピードちょっと良かったか。反応が追いついてなかった。追いついてなかったよ。なんか見えるなみたいな。ちょ、待ってね、うん、これ最後呼ばなきゃダメだわこれ。いや、危ないな。ぼんやりしてる。接吻の影響だもん。さっきぼんやりしてるときにいきなり来たからさ。なんでぼんやりしてる。精子かかってるんだよ。ちょっと気抜いてたんだよね、さっきで。一つ終わったから難所が。生命の生き死にがかかってる。何気抜いてた。行こう。こいつはもう楽勝だ。まずはね。して下から。怖い怖い。大丈夫大丈夫。次何狙ってるんですか。ビット、リップルは被るから。いや、次フォースですね。フォースさえ取れば生きられるからね、うん、僕フォース危ない。あーい。そこはいいんですよ、ここなんですよ。そうそう、うん、おっしゃい、おっしゃ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 、早い早い。スピードでいこうだね。まずスピードだ。下か。あ、上から行くわ。そうだね、危ないとか行くのやめよう。どっちも変わんない、ね、変わんないね、これで。わあ、上のが安定か、どっちかっていうと。なんかパワーアップ欲しいな。あの赤いやつ、赤を狙い倒したい。よしよしよし。これは九死に一生のパワーアップアイテムが。何狙うの次。あ、フォース、フォース行きたい。やばい。その赤いやつも一応倒す。頑張れ。頑張れ。頑張れ。出なかった弾。よしよし。うわあ、なんだこれは。弾集まりしてた。なんだ。あ、いいいいね。あー、よし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 。撃て撃て撃て。ああ、そう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 。おお、アンチか。ミサイル取ってこう。ダスモンロッキー。
よしよしよし、抜けた抜けた抜けた、あーうわー翻弄されおーボスだ、倒せ倒せ、いいぞいいぞ、こういうとこ多いからね、急がないといけないみたいな、来た来た来たよ、埋まってくるね、よしよしよし、前に前に、いけ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 、いけるいける、ほらいける、後ろいると、だこれ以上前行けーまー、おー語尾がおかしい、いいね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 、あいいぞこれ、いいよ、残り0機のやっぱりね意地が出てるな、あーよかった、なんもなかった、ボスか、ボスですね、ボスか、よし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 、これ初見で倒すのがシューターとしてのね役割としたいよね、かっこいいとこ見せたいよね、あとゼロ機なんで、ああこいつがボスか、そうだ、近い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 、脳みそですね、あ、グラディウスっぽいですよね、うん、なんだろう、ついてくるやつもいますよ、あー来たよこれ、目狙うやつですか、そうですね、目出した狙おう怖いな何こいつ怖い、定位置に使う、おーはい、2本出ますんで、あはいはいはい、追っかけてくるんだ、はい、で、目が、ここ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 画面がち最後来てくれ最後来てくれ頼む、二人でやろうダメだ、あー赤が私、青があなただな、なんで無視やんちょっと待ってちょっと待ってなんでいきなり無視じゃないんだどっちに集中していいか分かんない、ほんとに、あー危ないぞ、よしよしよし、まずスピード取ってから話しましょう会話はスピード取ってからそんな切羽詰まった戦いなんだこれよし、いや協力していこうぜ、そうですね、アイテムはとりあえず私が火力、火力はまず一人に集中させると本当危ないぞ、最後もう協力です、冗談で言ってないからね私はどうしたらいいですか、俺はとりあえず逃げ回って生きて、うん、アイテムを稼ぐしかないでしょ、気をつけろ最後は、うんうん、これは護衛しますんで、か護衛しますんで、これ私いいぞいいぞいいぞ、もう死んだんですか、いや死んでないよ、あ死んでるのか音ないからねあ、危ない、あ、ペッペッパー助かった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 、パワーアップしていこうぜ、当たってる当たってる、あぶ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 、いけ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 、最後来い、いや届かないでしょ、あ、そうか何よ声を荒げて精神、危ないぞこれ、バッ、佐藤さんちょっとこれ危なくない、大丈夫大丈夫、僕下に攻撃できないんだけど、上は大丈夫、これだよこれこれ、うお美しい、私もミサイル行くわ、いいね、これで上下の、あれ倒した倒した、私に任せろことご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 まずは私、集中させないと、こう気をつけろよ、最後さん、分かんないもう、分かりづらいちょっと目の前チラチラしないでもらっていいですか時期を見失うんですよ僕のせいにするのはあれなんじゃないのあー、いいですね、うん、ほんと、タワゴ取ってるな、リップルでいくわ、行こう、音いいね、あ、ありがとうございます、あやかりまずいか、あっ、あっよしよしよし、散々アイテム吸い取って死んでた取れないですか、あ、マジでダメだね、はっ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 よし最後来るまで待ってるわ、はい、よしまだ話すわ、あー来てる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 、あーいいぞおーボスだ、もう抜けたか、はい、よーし3回しろ3回しろ、初期装備なんだけど、下行けって下行け、どっち狙ってくんだろう、これどっちから生き延びるからそういう精神ダメなんじゃないどっちも行きましょうよ、沈着だな武器が、大丈夫かな当てればいいんですよ弾を2本出てくるからな、
ちで狙われるんだろう。だからやっぱり上下に分散しよう。そうですね。で出てきた瞬間前にこうこういう風に、あ、もうこっち行けばいいのか。おいおいおい、あー意外といけない。ちょっと分散してないよ、分散してないよ。どっちを狙ってきてる。私か。さあ見せろ。あなたが。違いますね。あー、それぞれか。西郷さん、あーめーどってどうし、うえすごい余裕あったけどほぼ同時にし、なんでこっち見に来たの。やじまいだ。どうすじゃあもう一回やってくださいよ。あ、よしよし。あれ次、あ、いいのか。何言ってたバーバー。いや、なんか青だと思ったから。黙れ。全部取ればいいし。取るよ、だから僕にまず固めろや。ほらほらほら。無駄だ。レーザー、レーザーよこせって。おーし、分かった、待って待って。よこせって言われても任せろ。ビそういうゲームじゃないから。散々育てたね。スピード取ろう。うん、期待を爆発させるゲームじゃないから。ちょっと待って。もうやばいな、これ。こんな難しいの。よしよし。目の前で爆発しない。嘘。一回死んで。あーっと危ない。一回死ぬべきだわ。一回死んでって。あ、そう、一回死ぬべきだわ。不本意な。真面目に行くわ。今コキ使ったわ僕。バカゼロなのか。すみません、すみません。あー来てるし。あー倒して倒した。よし。いや、パワーアップ半分半分やろう。協力で行こうや。ダメこれ、うん、一人でやっちゃダメだよ。二人で協力して生き残っていこう。そうようやく気づいたわ。まずレーザーだけ僕やらせ。なるほどね。あと取れ取れ、まずは、ね、取れ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 無理に取らなくて取れ取れ、これも取れ。あー、リップルか。いいね。見てリップルバーン。あーこれーまずいな。最後よし、同時に行きますか。上だな。え、上のが安全だわ。ほーら。確かにそうですね。パワーアップがあるな明日。もう遅いよ。おお取った。これ倒して、倒して行く、早く行く、早く最後さん。リップルどうなんですか。弱いでしょう。明らかにレーザーの方が強いですよね。もういい。梅のが安定。もう遅いよそれ。ついてきた。死なばもろともよ。で、こう来たら撃つと、後ろから。よし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 。あ、倒さない。早く倒さない。もういら、スピードいるかな。いらないか。僕はレーザーを取るぞ。はい。難しいですよね、判定は。当たり前のようにしてる。よし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 。うわーおい、うまい。スピードだ、最後スピードだ。いけ、よし、これで進もう。私のレーザーがあればとりあえずあそこのボスは倒せるだろう。そうですね、火力は十分だ。まあ、僕がこれ死んだら希望なくなるから、うん、まず僕生かすこと重要だな。まず僕生かすべきでしょう。いや、そうなんですけど、手法だからこっち。このゲーム完全に自衛しないと守るってことができないんで。まあ、そうだな。ミサイルの動きが面白いな。あぶねー。サンキュー。先に死んでね、もう犠牲になってくれたな。警告として。ありがとう。スタミナ役ね、これが本当の。そうそうそう、そう、協力っぽいわ。ここ開けときますんで。おー、サイさん。取らないのこ。そうだな、早く行った方がいい。ここに来てスカンピンにされる。ええ声だけだ。嘘だろ。普通に撃ってたわけじゃん今。嘘でしょ。復活するんだよ。復活やるわ。ひどいな。一面ぐらいクリアしたいな。そうだね。最後に集めてこうパワーを。そうしよう、ちょっと逆の発想で。なるほど、僕スピードだけでいいわ。
最後に帰省していくわ。そしたら一点集中でいくわ。はいはい、まずスピード取りました。取った取った。最後いけ、取れ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 、いけ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 、まだまだまだ、オプションオプションまで取らせて、オプションオプションオプション、取れ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 、オプションまでいけ、オプションまでいけ。わかりました、わかりました。これは正解ルートがあるのでは。これ倒そう。うまい。うわ、火力が、気をつけろよ地形、気をつけて。おいしい、うまい、うまい。下でパワーアップ取ろう、貪欲に。そうですね、いけ、取れ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 、いけいけ、よーし、バーディー。超キッパー、ここは超キッパー。豚の貯金箱が、いやいけるのでは、その間どうやっていくんだよ。適当なことぶっ潰すな。もう昨今のシューティングがね、まあね、これいくぞ。結局これか。こっちの方が気が楽なんですよね。あ、そうだね、うん。変わんない。スピードぐらい欲しいですけど。そうだな、あれスピード取ろうか、うん、期待もしてないけど、対してこの期待に。うまいね。死んだ方がいいですか。いや、息伸びて、できるだけ。ええ、こいつ死んだ。最後もう一瞬報いよ。そうです。匂いを残そうとね、ええ、こくし、鼻くそ飛んでくるし。これがラストトライか。最後にパワーを集めるぞ。死ぬなよ、ほんとに。いいっすよ、パワー別にいらないっすよ。じゃあ僕もらおうわ。オプションちょっと欲しいかな。どっちだよ。オプション取りますわ、私。ダメだよ、もう集めるよ。まずレーザーだ。ハンバーガー強いんだけど。同時に死ぬのやめてくれ。俺どう見てもハンバーガーでしょ。宇宙にハンバーガー。だって鼻くそあんならどれあやってもおかしくないよね。まあそうだな。確かにあんたの言う通りだわ。それから連想されるわな。もうあれだけ行けや。どっち死んだか。時期を見失う。もうダメ。もうダメだ。もうダメだ。私が一面ぐらい。ああ、最後一面これでクリアして優秀の B 飾って終わろう。そうですね。雑だったな。ただゴミ箱にゴミくず入れるけど。いやー、いいゲームなんだけどな。次の目確か縦締めになるんですよ。マジで、はい、聞きたいな。ちょっとさ、一回二人の協力を思い出そうが、うん、そうですね。これちょっとさ、ツッコミ戦なんで、お互い。そうですよ、落ち着きながら一回やらさせてください、はい、これ最後、ラストトライです。この二人違うんでね、真の幕末志士がこの機体に乗ってると考えてもらっていいですか。今一瞬もう時期を見失ったんですけど。最後スピード次取らせるからな。はい、それ取れ。私はミサイルで行くと。これぐらいのスピードでもういいかい。うん、あとはもう取っていただければ。分かった。危ない、最後、うん、危ない危ない危ない。任せろ、レーザーを取る。いいね、いいよ。次はオプション取りたいな。オプション、うん、攻めの姿勢でいこう。うん、こっからガチプレイでいくんでね。入ってくるよ。任せろ、最後声を掛け合っていこう。西郷さん、それですよ、二人三脚的なね。上上行く、上上行く。あ、下下の方がいい。いやー、危ういのでは。あ、そうだね、アベピー。背負う必要はない。そうそうそう、うん、ここは安全に、安全に行こうよ。よしよしよし、そっとね、私が索敵しますんで。西郷さん、あーん、くそ。まあ取れるっちゃ取れるけど、まあ、はいはい、早く聞きましょう。キリ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 、うお、おい。来てるよ、西郷。次が上の方が安定かな。いいですね。いや、1個取れるな、1個取れるけど、ここは貯金だ。うん、落ち着きながら任せてくれ。うわー、ちっちゃー。何下に召喚されんだよ。大丈夫か。大丈夫です、助けに行くわ。これです。よし、取ってください。ありがたい。
あーあいいぞいいぞ上のあいつあいつおっしゃー来たやったかわいい2連レーザーここなんですよね。あーそうだな判定はよあ難しいんでこわーいチンチンで死ぬってかい最後これよーしわーいうん切り抜けられたからまあよしとしましょうあちょっと雑になってますねあー早く行かないとがっくりくるんだよねあんなにフル装備だったのがさなんだ今今のおかしい笑わせないで触って空中爆発したね今の死に方おかしいだろうちひねねじ込んでくるからなブロックああまずいかまずいよし今だああよしよしよし頑張れ頑張れ頑張れああ怖いいけますねいけるなうまいな頑張れ頑張れ頑張れあとはボスかスピード取ったかスピード取ってないと思うマジかコナミコマンド使えるの？本当。コナミコマンド使うか最後。ダメですよ。いや使うよ。ます。何でもいいよ別に。さあ、倒せるかな。時計回りなのかな？逆時計回りか。これ時計ですね。逆時計回りだと思う。じゃあ逆時計だな。下行きますよ。じゃあちょっと時計回りだな。うん。逆時計か。混乱が混乱してきた。短いな届いてないですよ前に来るぞこれ気をつけろよ来ないでしょおおおお来るの全然時計回りじゃないあれ逆時計回りか何言っても時計回りだろよし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 入った入った入ったでかいよでかいかなまだ8割ぐらい残ってんじゃない近めで撃ってるんでおーおいちょ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 いいねいいねこうなったらもうあルーチン入っちゃった入った入った入ったパターン入ったでかいな目いやあれあれ一人の方がこす近い方が連打ブルルル入るんでうわー取っていいですよありがたいうんここですね竹島は得意でしょここでコナミコマンドが上上下下左右左右 PA だっけあれ上上下下左右左右 AB か AB AB じゃないですか上上下下左右左右 AB ABハハハハハハ爆発するコマンド何しに来たハハハハ爆発するコマンドハハハハおおおお縦ハンバーグなったんだよあ、BA かいちょっとコマンド打って終わったんだけどなんなの笑わせに来てるだけでしょそんなにかいミサイル撮ってるね撮ってますうんリップルの方がいいかなどうしようかなリップルの方が強いと思うよ僕は広いからその理由はなんだかなってえーいやきついなこれ怖いなとなんか大往生してほしいんだけどさ僕なんか引っかかるよね変なちっちゃい胸に匂い玉みたいなの引っかかるよねちょっと書いてなんなのこのゲームオーバーの曲ちょっと爽やかだなコンティニューしたらどうなんですかこれえあれじゃないかまた最初からじゃないあらここからじゃないか本番あこの曲高いぞこれこの曲覚えてますそんな雑談する暇もないかこの曲あれですよビートマニアあーんグテ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 はいはい、うん、大した感想ないねどうでコックピットにどうでもいいわコックピットに雑音流れていや無線でね
これ結構覚えてます。いや嘘まだだよ、まだだよって言ったらまだだよ。そりゃまだだよって。人の気使ってまだだよね。まだあ、これで、あ、取って取って、よしよし、ミサイルか、うん、ダブルミサイルだ、あるねこれね。これでね、サイドの敵駆逐していきましょう。まあ、頭いいこと言うな、たまには。よー、倒したぞ。いいですね、そっちも倒せって。はい。やべ、これ根元をね、攻撃すれば、うん。上だからさ、今こっちうまくやってたよ、根元攻撃して食い倒したけど、そっちの火山からあの弾に当たったよ僕。次ラストでだから コマンド使うわ。上上下下、左右左右、 BABA か。上上下下、左右左右、 ABAB か。そのさ、ちょっとやめて。コナミコマンドないって言われてんだけど。あ、なかったのかい。グラディウスだけですね。じゃあ知らなくてよかったよ。さっきの爆発するボタン面白かった。緊急離脱の宇宙で緊急離脱した。そりゃ死ぬわ。おお、ちょっとちょっと、バカ。あーっと、力倒せばいいんだ。あー、こりゃ母さんとこまで来ました。いないし、応答ないし。お先に宇宙の地理だ。こっちはお先に、ね、地理になってるか。しゃべり方あんのちょっと無理なんだけど、こんな笑ってレバー動かせるわけ。あれ、なんでコンティニューなくなるのこれ。なんでなんで、え、もうできないね、そしたらね。クレジットなくなっちゃった。コンティニューなくなっちゃったね。増やしたんじゃない、さっきのコナミコマンドで、もしかして。面白いな。サラマンドラ、サラマンダこれ終了ですね。じゃあ、続いてキングコングいきますか。キングコング、忍者ハットリくんだったかな、キングコングだったっけ。どっちだったかな、忘れちゃった。まあどっちもやるけど、ハットリ、あ、ハットリくんか。じゃあ8番で、わ、うん、かりました。ハットリくんだわ。うん、ハットリくんらしいんで。うんうん、いやー、ハットリくんか。よかったな、サラマンダー。でも一面越せてよかったわ。越さん、あんただけだよね。僕越せないよね。そうですね。僕いないときにやったもんね。あ、キングコングはもう怒りのメガトンパンチ一択ですね。ね。来たぞ、いいんだよな、あの音楽いいんだよな。ちょっと待ってね。ペラムの。一人プレイかな、もちろん、うん、これ大得意なんでね。当時の僕は何保険かけてる。当時の僕は